平成30年8月25日、阿蘇市クラバルの阿蘇市みんなの森で、阿蘇市モーモーフェスタ&第72回阿蘇地域畜産共進会が開かれました。開会式が行われ、まず佐藤阿蘇市長と県畜産農業協同組合阿蘇支所の和田次則代表理事が挨拶した後、前年度に優勝した農家から優勝旗と優勝杯が返還され、子牛の部から審査が始まりました。このモーモーフェスタと畜産共進会は、阿蘇市モーモーフェスタ実行委員会と県畜産農業協同組合阿蘇支所が、日頃、牛や馬に接することのない子どもたちが家畜と触れ合うとともに、草原に対する理解や啓発活動、さらに畜産の振興を図ろうと毎年開催しているもので、今年で72回目です。今年の共進会には、阿蘇市をはじめ産山村の畜産農家が丹精込めて育てた赤牛や黒牛、馬、乳牛の12部門に77頭が出品されました。また会場ではモーモーフェスタが開催され、水が入ったペットボトルを放水銃で倒す火消し競争、牛乳の早飲み大会、また子供スケッチ大会ではお母さんやお父さんたちに手伝ってもらいながら絵を描いていました。また阿蘇の肉を使ったバーベキューなども行われ、特設のテント内では大勢の家族連れなどがバーベキューを楽しんでいました。畜産共進会の各部門の1位と赤牛の2位は11月3日、県の家畜市場で開催される県大会に出場することになっています。